ジャパンディスカバリー TV。 はい、ウシでーす。今回はですね、納豆の紹介をしていきたいと思います。皆さん、納豆食べたことありますか？日本納豆はですね、とても海外の人に知られている食べ物だと思います。納豆をですね、知っている外国人の方や、また日本人でも匂いがきついと言ってあまり好きじゃない人がいるんです。ですが、今回はこの日本人に愛され続けてきた納豆を皆さんに紹介すべく今回動画を撮りました。この動画を見るとですね、納豆の魅力を知ることができ、納豆の素晴らしさに気づいてもらえるんじゃないかと思います。納豆を語らずに日本の食文化は語れません。なので今回は皆さんに分かりやすく納豆の紹介をしていきたいと思います。前半はですね、納豆の紹介をしていき、後半は納豆の食べ方を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。レディーゴー。はい、ここから納豆の説明をしていきたいと思います。納豆とはよく蒸した大豆を納豆菌によって発酵させた発酵食品です。納豆の種類は文部科学省の食品成分データベースによると4種類に分けることができます。その4種類とは、糸引き納豆、引き割り納豆、ごと納豆、寺納豆です。ごと納豆とは、引き割り納豆に米麹と塩を加え発酵熟成させたものです。こちらがごと納豆ですね。寺納豆とは、大豆に麹菌をまぶして塩水で発酵させ乾燥させた食品です。こちらがテラ納豆です。今回はですね、私たちが日常で比較的よく食べている糸引き納豆と引き割り納豆について紹介したいと思います。ここからは糸引き納豆を粒納豆と呼ばせていただきます。ここで先に皆さんには今回準備した粒納豆と引き割り納豆をお見せします。はい、これが今回準備した、じゃあ引き割り納豆で、こちらが粒納豆ですね。今回は小粒の納豆を準備しました。はい、これから開けていきたいと思います。はい、これ納豆をですね、開けてみました。はい、このですね、納豆の上にこのタレが乗ってたんですけど、タレを蓋の方に移動して今こういう状態です。見た感じ、あの粒の大きさがちょっと違うかなーって感じではありますね。はい、これから詳しく粒納豆と引き割り納豆の違いを説明していきたいと思います。はい、ここからは2種類の納豆の違いを、製法、特徴、栄養素、この3つの特徴に分けて解説していきたいと思います。まず1つ目の製法についてですが、まず皆さんに粒納豆と引き割り納豆の作り方を書いた画像をお見せします。これが粒納豆と引き割り納豆の作り方です。粒納豆に比べて引き割り納豆の方が手間がかかっていますね。ただ単に粒を細かくしたわけではなかったみたいです。次に2の特徴についてお話しします。まず粒納豆ですが、粒納豆の特徴として、大豆の食感や歯ごたえを感じることができる、このことが挙げられます。粒の大小もありますが、よく噛み砕いて食べることが大事です。それに比べて引き割り納豆は、作る時に皮を取っているため歯ごたえも柔らかく滑らかな食感で、消化がいいことが特徴として挙げられます。最後に栄養素について説明します。まず納豆を食べると期待できる効果として、免疫力の向上、疲労回復、生活習慣病の予防、便秘の改善、エイジングケアや血栓の予防などがあります。ここで粒納豆と引き割り納豆の特徴を言いますと、粒納豆はトータル的な栄養価が高く、血糖値の上昇を抑えたり便秘の改善をしてくれる栄養素を多く含みます。それに比べて引き割り納豆は、歯や骨の健康に必要な栄養素を多く含んでいます。しかし2つに多少の栄養素の違いはありますが、
どちらも何かの栄養素がずば抜けているというわけではないです。重要なのは納豆を食べ比べて好みを知った上で体にいい納豆を継続的に食べ続けることだと思います。ここまでが前半です。皆さん少しは納豆について詳しくなることができましたか？次は後半に入っていきます。はい、これから納豆を食べていきたいと思います。はい、まずですね、じゃあきなり納豆と粒納豆ですね。はい、こうやってパックに入ってますね。は、発泡スチロールですね。はい、まあ、スーパーで売ってるのは主に発泡スチロールなんですけど、ものによっては藁とか経木といった木の薄い皮、木を薄くしたもので包まれてることもあるらしいですね。はい、ではまず開けてみたいと思いますね。いきます。はい、でさっきみたいにしっかりと開けます。中はこうなってます。はい、 OK ですか？はい。で、まず蓋を外します。はい、あー、ちょっと割れてしまいました。すいませんね。はい、ということで、まずこれをちょっと上に置いて、中はこうなってます。はい、でまずこれをまず外しますね。この中ので、このようにネバネバになってますね。見えますか、この粘り。しっかりこうやってこのシートでこうやってくるくるしてあげて、このシートにこの糸をネバネバをくるめてあげます。で、ここの上に置きます。で、こっちも同じようにこれ取って、で粘りが見えますか、これこの粘りで、こうやってくるくるってしてあげて、下げてこうなくなって、それをここに置きますね。はい、で、この付属のタレをこれからかけていきます。これです。これカツオ醤油のタレと減塩のタレですね。はい、こちらのこちらはあれ、納豆がより美味しくなるように、美味しく食べれるように、そのメーカーさんが工夫して作ってくれてるタレです。なのでこれをかけて食べれば美味しいことは間違いなしです。はい、食べますね。このようにして測りました。これをしっかり混ぜていきます。くるくるくると、これもしっかり混ぜていきますね。たくさん混ぜることで旨味成分がこうよくこう出てくるらしくて、はい、より旨味が引き立つらしいです。一回混ぜて、このぐらいですかね。よく混ざりました。はい、で、こっちもしっかりと粒の方も混ぜていきます。いや、美味しそうですね、これは。あー、いい感じ、粘りが。見てください、この粘り。うー、うまそう。
読みますか。いいですね。はい、よし。ではまずこれを生で何もかけず納豆を直接食べていきたいと思います。まずこの粒納豆の方からいただきます。いただきますね。ちょっとしっかりと手合わせていきます。いただきます。いきますよ。うん、うん、美味しいですね。まずこのソースっていうかこのタレですね。タレが納豆とよく絡み合って本当に美味しいです。で食べた時はこう豆の食感とあとこのネバネバのこうトゥルッとしたこの口触りとても美味しいですね。はい、けどこのあまり匂いは臭いと感じられないですね。多分このタレでこう緩和されてるんだと思いますね。次はこの引き割り納豆の方をいただきます。こちらですね。はい、いただきます。うん、うん、うん、こちらはあまりこの粒納豆と比べて粘りがないですね。わかりますか？粒が多分小さいからあまりこう足にもついてきづらいですし、うん、とても食べやすいです。でまたやっぱり皮がないですね。こちらほら製造の作る時にもやっぱ皮を取れてるだけあって、はい、とてもやっぱ滑らか、口触りが滑らかでとても美味しいですね。次はちょっとご飯にかけていきたいと思います。まずこの引き割り、あ、粒納豆からいきましょうかね。こちらから、はい、いや、うまそう。はい、このぐらいかけました。見えますか？じゃあいただきます。のせてこうやっていいですね。うん、うん、最高。グッドですね。この、この、まあ、と、醤油じゃなくて、この納豆とタレが、だけしかかかってないんで、ちょっと濃いかなって感じなんですけど、この、ご飯とあったらもう、最高ですね。はい。ご飯も美味しさも引き立ちますね、やっぱり。うまいですね。うん、うん、うん、うまい。うん、うん、と食べてる時にこうやってあの粘りがやっぱ出てくるので、しっかりとこうやってこうお箸でこう取ってあげるのがコツですね、食べる。次はその引き割り納豆をかけていきたいと思います。はい、このぐらいかけました。じゃあいただきます。うん、うわ、うまそう。そうですね。うん、うん、
うん、うん、あうまい。いや僕はこの粒納豆派なんですけど、ひきわり納豆もたまにはいいですね。はい、やっぱこの粒納豆に比べてこのひきわり納豆の方がやっぱりその納豆はあまり感じられないですね。こっちは大豆なんで、しっかり大豆の蓋そのまま使ってるんで、やっぱりそれはあれなんですけど、かなり食べやすいですね、ひきわり納豆の方が。いや美味しいですね。うん、ではそれ全部食べていきますね。これそうめん。いやうん、うん、最高ですね、これ。うん、こちらも入れていきます。人も中に、はい、意外とここに重ねて食べますね。うん、うん、はい、見事完食しました。満足しました。美味しかったですね。お疲れ様。いや、美味しかったですね。納豆はですね、日本ではよく朝食べられてるんですよね。でもやっぱ夜食べるのが一番いいらしくて、その納豆キナーゼっていうその菌がやっぱりその夜食べることによって寝てるうちに体の血液をきれいにしてくれるという、そういう働きがあるみたいで、体に効率よく取り入れたいという方は夜食べるのがおすすめです。で、こちらのご飯も少し冷やしたご飯を使うのが一番いいらしいですね。はい。ということで、納豆はですね、スーパーとかにも売っていて、手軽に手に入りますので、ぜひ日本に来た際には食べてみてください。はい、このチャンネルでは日本の食べ物や文化、歴史を皆さんに分かりやすく紹介していきます。 Japan Discovery TV を見れば日本について詳しくなること間違いなしです。もしよかったらこの動画の評価、グッドボタンをぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは行きますよ。じゃんけんタイム、行きますよ。最初はグー、じゃんけんポン。それでは、バイバイ。